5番のプレイヤーは発言してください。はい、皆さんおはようございます。大将ですか。まず進行論言いますよね。霊能は初日、潜伏したいと思います。で、いいね。二日目出てきた占い師も信じてほしいところですよね。ですが、多分一日目も、二人が出てきてかもしれないですよね。はい。そういう進行論がやってほしいですよね。結構面白くなりますよね。そうですよね。で、占い師に関してちゃんと色付けが欲しいところですよね。どうしか信ってはっきり言ってください。間違ってもいいですから、はっきり言ってほしいですよね。はい、よろしくお願いします。6番のプレイヤーは発言してください。はい、村川ですね。もう5番さんからスタートでびっくりですね。はい。現時点5番さんが役を持ってるのかなっていうぐらいしか僕は分からなかったんだけど、まあそこはいいですよ。はい。5番さんには5番さんの進行論があるんではないですかね。そこは2周目しっかり期待したいかなと思ってます。占い師に関してはもうしっかりね、新芽を取ってほしいですね。結構ね、ランシロ部屋ってね、グレーズメを3日目に結構やってきたりね、こ2日目にこどうたらとなか、そういうことやるん36ですがけど、マーク僕はなんもだようね。本当に安36が定進行派なん強でいすかよ。ら。やっぱりランシロ部屋っていうのは、老眼結構ね、占い師語って出てくることがあると思うんで、僕は安定進行派とだけ村に落としときますね。はい。よろしくお願いします。もちろんね、霊媒が2人出てきたらもう、釣り切ります。7番のプレイヤーはは発言して発くだ言しさてい。ください。はい、村川です。しようないです。そうですね。で、正直な話、私は霊潜伏あんましてほしくないなっていうふうに思ってて、まあ、私も安定進行派なんですけれども、6番さんそこら辺どう思ったのかなっていうのは少し気になりました。喋り方は5番、6番ともに普通かなって感じ。占い師はっきり言ってほしい。占いは信を取ってほしい。普通だなって感じです。そうですね。まあ、盤面回してから言いたいと思います。で、5番さんはもし役があるんだったら、2周目、まあ、必ず出た方がいいと私は押しときます。2日目とか出られても私は信じられないですと言っときます。8番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。村井と陣営でした。そうですね。熊さんから触れていきますと、まあ、片言ではあるけども、しっかりとね、占いの真偽をはっきりしてっていう、進行論に関してはかなりね、好意、かなりの好印象ね。特にこういう局では、占いの真偽によって村がね、勝ち負けに左右されるんで、占いの真偽は必ず通ると。はっきりと言うと、間違ってもいいからと。そういうね、占い師に対する触れてくださいっていう進行はかなりの村だと思っている。それはまあ、六番さんにも若干言っていて、占いはね、要するに、信用を取ってくださいというのは、村のね、率直な意見だと思っている。なんで、5、6は若干白いのかなという印象ね。で、7番さんは、そのね、5、6に対して発言が普通だとね、結構なんだろう、ぼやかしてんだよね。だから5、6、7の中では一番7番さんが衰退かなというところ。まあ、そんなところですね。2周目頑張ります。9番のプレイヤーは発言してください。はい。まず白いところから言っていきますので、8番さんがめちゃくちゃ白いと思ってて、自分と全く視点が同じ。俺5番さんすごく白く思ってて、5番さんの進行論俺すごく好きなんだよね。で、占い精査をした方がいい。で、潜伏することによって占いって黒打てないんだよね。霊能に黒打っても破綻、狩人に黒打っても破綻。だから破綻が見えることから結構いい進行だと思ってる。まあ、それに比べてデメリットもあるんだけど、俺は5番さんの進行好きだ。6番さんに関してはちょっと色落ちないけど、5番さんを怪しんでる印象なかったんで印象良かったんだから。だからね、現状7番さん。もう霊能ないのを透かした時点でもし、霊潜伏の時は7番さん釣りになると思ってる。以上です。1番のプレイヤーはいや、発言してくだ発さ言い。してください。これ困ったな。これ7番さん白でした。はい、7番さん白でした。8番さんについて、5、6がの精査って2周目でいいと思うんだよね。
うん、なのに7番が5、6に対して印象いいってはっきり言わなかった7番が黒いって暴論かなって正直思った。だったら8番さん目線7が黒かったりとか5、6がいかに白かったかっていうところをもうちょっと言ってもいいかなと思ってて、8番さんの7叩きは正直不当だし、7番さんは逆を返せば5、6は、まあ、2周目次第だと思ってますって言い切った方が、まあ、村目線かなっていう推理も成り立つから、そこで7を怪しむっていうのは正直どうかなと思った。9番さんは、なんだろう、そこの8が白いって言ってて、正直目線が違うなと思ってたから、じゃあ8番、9番が、怪しいかなと思ってて、7は片白なんだけど、7番さんは、なんだろう、発言的に冷戦服しないでねって言っていて、まあ、強靭だとしたら、まあ、普通に、まあ、出るだろうって思ってるし、7番さんの強靭は今のところ起きてないです。で、5、6は2周目次第だなと思ってる。5番さんと6番さん、1周目印象良かったので、2周目もその通り、そのまま、発言が伸びてくれれば、全然そのまま村で置いていいかなと思ってる。5番さんは占い審議についてしっかり思ったことを発言してほしいって言ってて、例えばその占いの審議で理由がなく、理由が薄くこの人が黒だと思うとか死んだと思うって言っちゃう人ってやっぱり怪しいと思ってて、その理由が大事だと思ってるから、そこをなんか発言するっていうのが大事で、そこを発言することによって見えてくるっていうものもあるから、5番さん狼探す意欲があるんだなと思ってる。6番さんはどうして5が役職だなと思ったのか、ちょっと私は分かんなかった。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私が真の占い師、ランダム白で3番さん白と出ました。3番さん白です。把握お願いします。で、1番さん、まだ3、4の話が聞けてないからだけど、1番さん、今のところ強靭で売ってます。っていう理由としては、8、9が7を釣りをした。9番さんに関しては、このまま霊能潜伏だったら7番さん釣りかなって。それを助けに来た、強靭なのかなって思ってます。1番さんに関してはね。なんで、まあこれ3番さんが対抗出てきたら、もし3番さんが強靭確定なんだけど、私見せます。うん。だから1強靭で7囲われたんじゃないかなって若干今の発言で思った、っていうぐらいかな。でごめん、その霊能潜伏っていうのがちょっと正直分かってないんだけど、私目線としては真の占い師だから、なんていう、無駄占いっていうのはしたくないんだよね。まあもちろん黒っぽいなって思うところを占っていきたいとは思ってるんだけど、まあ仮にもしね、あと、それから、まあ、霊能が潜伏して、二日目に乗っ取られるのも怖いし、っていうところで私は、出てほしいかなと思ったんだけどね。それってちょっと無駄にないんかな。ごめん、ちょっと、そこがちょっとよくわかってない。ごめん、5番、9番が言ってたけど、ちょっとよくわかってない。そうだね。今んとこ言えるのはそれぐらいかな。特に気になったっていうような発言っていうのはごめん、見受けられない。一応メモってるけど、ちょっとごめん、2周目頑張りたい。今んとこだよ、今んとこ1強靭でのなんか凍ったんかなって思ってる。わかんないけどね。3番さんどうぞ。3番のプレイヤーは。よろしくお願いします。そうだな。まあ、2番さんが、1番を強靭で見るっていう、まあ、視点もわかるんやが、ごめんね、ちょっと電車の音うるさくて。わかるんだが、僕は1番が2000の時、普通に1が狼で、7が釣られそうになったから、7に、初日囲いをしたっていう線も、正直追えなくはないかなっていうふうに思ってる。だから正直、占い真偽をつけるっていう意味で、7の色ってかなり重要かなっていうふうに思ってる。だから例の、まあ、確定した場合とかも、まあ、潜伏した場合でも普通に7つって7が白だったら、まあ、1の新芽ってめちゃくちゃ上がるし、そうじゃなかったら2の2攻めってのはめっちゃ上がるかなっていうふうに思ってて、7番さん例のないのも透かしてるし、普通に7番さんについていいかなって思うんだけど、どうかな。片白の超片白釣りのヤンキー進行なんやけど、1番がもし2世だとして、7が白だったとしたら、村長狼で出てる時ね、多分7番って結構ヘイトが溜まってて普通にスリーチやと思うから、そこに白打つってことは狼別のとこを黒塗りしなきゃいけなくて大変やから、かなり1の締めが上がると思ってるんだけど、どうでしょうか。まあ8、9あたりが7を怪しむ視点ってのはまあ分かっ
るっちゃわかるから、うん、まあ、強いて言うんやったら、まあ、8番さん9番さんすごい村要素を拾ってるけど、まあ、5番さん6番さんに関しては、ね、正直2周目占いの精査の話を聞いて初めて色をつくっていう、まあ、1番さんの主張もわかるから、だから8、9もわかんないかな。正直5番6番に関しても占いの精査を聞いてから、まあ、しっかり審議していきたいとは思ってはいるぐらいかな。現状釣りたいのは占いの真偽を確かめるためにも7を釣りたいと思ってる。以上。4番のプレイヤーは発言してください。そうだね、もし占いを狼で見るんであれば7番さん3番さんは白くなるのかなと思いましたね。発言的にも僕は7番さんから黒要素は拾えませんでしたね。普通に進行論の違いだけかなって思った。うん、まあ、潜伏するのか潜伏しないのかっていうだけじゃないと思ったけどね。で3番さんに関して言えば片城7番さんから行きたいまあしないだろうなと思うね、狼だったらね。んだからここは違うんじゃないかなと思いますね。うん、僕は6番さん白く思いましたね。6番さんは5番さんのことが役あるのかなって言ってたけども、もし6番さんがね1だってあれあるんであれば6番さんが、ね、5番さん叩くなりそうやな。ただ、5番さん、は正直色は見えてませんね。進行論だけなんでそこは白くなってはません。そこ白く見てる9番さんもどうかと思います。9番さんは7番さん期待、8番さんのほぼほぼ乗っかりないような感じがしましたかね。だから5級どちらかから行きたいです。僕は発言聞いて5番のプレイヤーは発言してください。はい、5番さんです。あ、3じゃなくて、あ、今は占い師の新規に関しては、出るしかねえな。2番さんの方が考察伸びていない感じがしますけど、私も7番さんが結構怪しかったと思いますから、6番さんは若干白く見えていないところが怪しいと思いますよね。3番さんが一番白い見えますよね。視点と私ほぼじゃなくて全部同じですよね。全部同じですから、私も、今日は7番さん釣りたかったなんですけど、現時点で4番さんは強人か人狼かわからないですけど、やはり人外ですよね。で、視点違うところではなくて、8強さんの考察は全然なくて、今日は4番さん釣り地をあげます。一番白いのは3番さんと思います。進行論は正直に言えばたくまさんから借りて、乗りところですからね。たくまさんは白っぽく見えますよね。はい、多分、あ、以上です。はい、特に塩はありません。私、スムラです。6番のプレイヤーは。だよ、5番。スムラかよ、スムラでその進行論かよ。たくまさん白く見た？たくまさん僕白くは見えなかったけどね、5番さん。だって9番さんは僕5番さんのことは白く見たけど、僕のことは印象は良いけど、やっぱりね、なんか次の日の黒塗りの準備をしてるように感じたよね、僕たくまさんは。あ、9番さんね。で、5番さん、4番さん行きたいの。僕4番さんも全然今日は釣り位置ではないと思ってますね。視点に関しては5番さんとよく似てるんだけど、やっぱりね、そこの違いっていうのは9番さんを白く置いたっていうのはちょっと納得できないかなと思ってますね。役を持ってないことを透かすってことは5番さん行きたいかな、現時点。3番さんはもう白いよね。もうここはもう触れなくていいと思った。はい。7番さんか。1番さんのね、占い先がね、その発言後のところの占い先っていうのはやっぱりね、老老が濃いっていうのは全然見てきますね。で2番さん目線の1番さん強靭置きっていうのは、どうなのかなっていうのは全然してます。これ例の誰やろ、ベレックスさんかな。でまあ3番さんが白いことから2番さんの老軸っていうのは、ね、あ、オンゲリオンさんスパチャありがとう。
いやけど5番さんこれ住むらしいよ、しなかったらあれだけど。9番さんなんでそんなに5番さんの白目を追ったのかな、俺は別に5番さん役あるんじゃねってぐらいの話だったんだけど、そんなに5番さんの白置きはできなかったけどね。7番さんはどう感じたんかな、あの8、9の殴りを、それが不当と思うんであれば8、9にヘイト向けていくよね。今日は僕5、9どっちか行きたいかな。7番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、まず占い師から触れると1番さんの方が俺は圧倒的に芯高いのかなっていうふうに感じてます。2番さんはそうですね、1番さん今日で見た場合って私囲われてるかどうかって、あの一番強だったら私狼とかそういうの分かんないはずなんで、その視点がよく分かんなかったのと、5、6、8、9への精査が圧倒的になかったっていうのが気になります。でグレーの中で気になるのは9番さんが圧倒的に怪しく感じてます、たくまさんですね。っていうのがたくまさんの視点って霊潜伏っていうののデメリット分かるんだけれどっていうような発言があって、さらに私が霊比例を明かしてるから、そこのところで私を釣りたいっていうような発言もあったんですよ。追加しちゃいますね。で、たくまさんの視点って今5番さんも比例化したんですけども、そこのところどう思ってるのかなっていうのも聞いてみたいです。私片白なんで、私を釣るんだったら霊は必ず出さなきゃいけないっていうような視点がみんなから出てないのも変かなって思ってます。でグレーでですね、6番さんは圧倒的に白いなって感じてて、あと8番さんは白目なのかな、色落ちないかな、どっちかかなって感じ。4番さんも白く見えた。5番さんは俺9釣りたいなってすごい感じてるんですけども、9釣りたいです。8番のプレイヤーは発言してください。はい、追加しますね。まず占いから触れていきますと、締めがあるのが一番かなと思っている。というか2番さんの締めがあんまりないかなと感じているね。2番さんは1が強靭と見て7を囲う、要するに7が黒かったか7を囲われたと見たんだよね。ということはね、上の精査がないのが明らかにおかしい。7番さんが黒だと思ってるんだったら、それを釣り寄せている8と9は白くなるはず。だから2番さん目線ね、グレーの精査がないというか8と9を白く置けなかったのが2番さんの偽要素ね。ただ今のところこの後ももちろん発言あるんだけども、1と2を比べたら2番さんの方が圧倒的に芯がないといったところで、やっぱり今日のツイッチは5番になってしまう。当然ね、役職がかなり伏せている状態でスムラをつかせた、当然強靭味あるよね、強靭味がある。なんで今日は5番さん釣りを強く押す。で5番さん強す、いち早く言ったら5番さん白くなるのかな。さんスパチャありがとう。もちろん5番さん強靭で置けば占いに狼って出ると考えて2番さんの黒軸を考えなきゃならないが、今田さんがね、要するにLINEを見せてくれないんで、まだまだ分からないところね。もちろん発言精度、単体精度だけで言えば、まだまだ判断はしづらいよ。一応2番さんは狼で見ているが、もちろんその逆転という場合もあるからね。だから占いの精査で、しっかりしてそのLINEを見ていきたいと思う。今日は5番釣り、一択かな。まあ、白く見てるのは6番さんね。要するに、強靭目を、要するに狼ってなかなか釣りづらいから。だからそれをいち早く5番さん釣りって言ったら6番さん白くなると思ってるよ。だからまあ狼としては 1、2、どちらが狼で、そうね、7番さんの9釣りか。若干5を釣らない、9行ったのが若干怪しめではあるけどね。ただ、1番は、7番はね、1番の潮先なんで、今のところ精査としてはね、精査としてはまあ1番7番さん白くなるのか。まあこの後次第だよね。5番さん釣りで一択だと思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。俺の見立ては現状7、1人狼の4強で見てたのね。8番が7釣りをし、俺も7番黒かったんで7釣りをして、1番さんが囲ったように見えたんだよ。だから1、7人狼追ってて、4番さんが7釣り、3番さんが7釣りをして4番さんがカバーに行ったんだよね。あれ4番さん強靭で、17人狼って7番さんカバーに行ったように見えたから4番さん強靭で見えて、5番さんが4強見た視点が良かったんだけど、5番さん絶対釣りたくなかったんだけど、スムラ仕様しちゃったんで、もう今日絶対5番さん釣り、そこを釣りをしたら6、8って村側だと思ってる。
で、3番さん白くて、やっぱりね、3番さんって7釣りをしたらヘイト買うし、1番の占い位置にも入るから、3番もあって今日だと思うんだよね。7釣りをしたとこが。で、ちょっと2番さん、新目なんだけど、対抗強靭で見てるのちょっと悩んでるとこかな。このレギュレーションって占いに狼が出ることが多いから、もし2番さん真であれば1番さん狼追って17人狼追った方がいいんじゃないかなって現状思ってる。俺はもう5番さんがスムラスカしたんで5番さん釣りしかないと思ってるよ。そこを釣りをしたら6、8は白いと思ってる。5番さん俺白いと思ったんだけどね、すごく視点同じだったから、俺今日5番さん入れます。1番のプレイヤーは発言してください。霊能潜伏だし、狩人潜伏だから、まあ、スムラスカスっていうのは、まあ、確かにあれっていうのだけど、5番さんはまあ、なんだ、占い審議についてしっかり発言してほしいっていうのを残して、ちょっと言いにくいな。8番さんは、ちゃんと占い審議に、まあ、言及していたし、5番さんの言う、進行論通りだなと思って、1周目よりは全然白くない。9番さんは、なんか5番さんは、スムラスカスだから、釣りって言ってたけど、そうでなければ、じゃあ5番さんは何で見て、スムラだと思って釣るのであれば、それ以外のなんか人狼位置を言ってほしい。で、1、7で追ってもいいんじゃないかって発言があるんだったら、3番白くなるんじゃないかって話。うん、私目線は3番って全然白くなくて、例えば、7釣りで、で7が、7が釣られて、で、霊能が噛まれましたってなったら意味ないわけさ。で、だったら霊能出て、狩人は霊を守ってくださいっていう進行になるんだけど、そうなった場合、2番が狼ってなった場合は、1を噛んで終了なんで、1噛み。で、なんか霊が、7番さん白でしたってなって、1番さん神っぽかったねってなっても、話終わりなんでね、それで。だからその進行論を喋るのって正直、私目線では、なんか、なんかめんどくさいなっていうか、全然なんか白っぽくないなと思ってる。6、8は別になんか黒くはなかったけど、4番さん目線、なんだろうな、結構濁したなって感じはする。1、2の精査に対して。どっちにも今のところ新要素あるよね、みたいな感じで濁してたのがちょっと気になる。8番も、なんか私のことが真っていうのは、すり寄りにも感じたけど、あんまりなんか意味のないすり寄りだと思ってるし、って感じかな。9番さん釣りたいんだけどな。2番のプレイヤーは発言してください。そうかな。9番さんって白くない？もちろん8番さんっていうのは私の2締めを追ってるけど、やっぱり白いと思う。っていうのもごめんなさいね。昨日、7番さんに行きたいって8、9は言ってたんよ。で、1が出てきて7を囲ったでしょ。で、まあ、もしかしたら、いや、1、結構8、9が7を釣りをしてたから1が強靭で 7がローだと思って囲ったんかなと思ったんよ。っていうのもさ、だってクロス占いしたらさ、71ローローだったらめちゃくちゃゲロ弱じゃない？ゲロ弱って思ったんよ。ゲロ弱だから1が強なんかなって思ったんだけど、違うんかな。ごめん。いやちょっとわかんな、ちょっと難しいなこれ。ちょっと私の思考が多分みんなに追いついてないんかな、申し訳ない。あーけど号泣はお互い白いって言い合ってて、もし号泣ラインなんて言ったら、今日は9番は5番を一本して言ってるし、スムラスカしたから5番行きたいっていうのはまあもちろんわからなくもないから、号泣ラインだったらそんな初日からそんな切りもしないと思うから、絶対に号泣ラインはないと思うんだよね。難しいな。ただ3番さんの発言で、まあもちろん片白なんだけど若干強靭目があって発言としたら、そのクロスだ、まあ17ローローだって私がクロスしたらさ黒ってわかるのに、それを追ったところ、追わなかった、追ったところかな、一郎の7囲って三強陣もありえんのかなって思ったけど、今日は5番のプレイヤーは3番です、よろしくお願いします。いや俺強陣やったら、71って怖いから釣りをせんくない7とか、
まあ、だから自分の興味がないっていうのは、まあ、一応アピールしておきます。一応アピールしておきます。で、9番さんの視点はめちゃくちゃ白いなと思ったんだけど、最後のご釣りでんっていう風になってしまったんだよな。あの、釣れればどこでもいいやっていうような感じに思えたけど、まあ、薬ケアっていうところでこうなのかな。だったらギリギリ分からんこともないけど、うーん、1、2に関してはどうだろうな。ごめん、ちょっと1 2番さんはもうちょっと芯だったら頑張ってほしいなっていうふうに思ってる、うん、かな。で、どうだろう、占いの先生様、8番のさんの、まあ、説明はまあ納得できたかな。2目線7が黒く見えてるんだったら8、9っていうのは白くないかな。まあ、1が強靭だとしてもっていうところで、そこは納得が見えて、だから1番さんの方が新目では見えてるが、2番さんが真だったらもうちょっとしっかり頑張ってくれっていう。俺正直5番行ってもあんまり狼釣れる感じがしないんだよね。全然興味もあると思うんだけど、うん、まあ、ただ最後のあのスムらしいよっていうのが余計あったから5番でいいかな。はい、以上。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、僕も5番さんなんですけど、僕5番さんのこと霊能だと思ってましたね。5番さんは霊能は潜伏したい発言をしてたから、だから6番さんは5番さんのこと役あるのかなっていう発言してたんだと思うし、9番さんも5番さんのことを白く見たのはそこだと思ったけども、かな、9番さんは 2目の発言で、ね、5番さんのスムラを透かしたから、違うな、スムラだから釣るって言ってたよね。これ5強ないやろ。僕はその5番さん全然釣られに来て強靭だと思うから5番さん行きたいですかね。 1,2 どちらかが狼だと僕は思ってます。レックさんな、ただ2番さんはね、本当に悩んでる占い師の感じもするけども、ただ1番さんはね、強靭で初心に置いちゃってるところがちょっと分かんなかったっていうのはあるけどね。そう、2番さんと3番さん、3番さんのことも強靭とか言ってたけどね。なんで3番さんのこと強靭に見えたんだろう。どうだろうな、3番さんはないと思うよね。けどベレックさん今日もあるんだけどね。穴に行けないよ、3番さんが人外だったらね。ベレックさん今日だったら多分白いと思う。7番さんも7番さんで霊能を出す、俺を自分を出す、自分を釣るんだったら霊能を出すって発言してるし、多分違うよね。いやー、9番さん臭いと思うんだよな、確かに。うん、まあ、ただね、5番さんはその役割のに感じを匂わしといて、まあ、すむらしをしてるからっていう点で、僕は今日は5番さんに行きたいと思います。投票を始めてください。いや、5番さん、すごく白かったんだけどね。例の乗っ取るか。ベレックさんだと思うけどね。5番のプレイヤーが選ばれました。 7-6? 5番のプレイヤーは発言してください。これ乗っ取って、はい、スムラ仕様で申し訳ないですが、スムラです。で、現時点は14ロロって強か7か強靭で打っていますよね。9番さん一番気になったところは、5番さんが白っぽく見えて、やはり5番さん連れているところですよね。そんなに白っぽく見えて、なぜ5番さんいりますかっていうところですよね。7番さんっていうのが、占い師の真偽はちゃんといていなかったですよね。私と3番さんの、考えは、全部同じなんですよ。もうちょっと2番さん頑張ってほしいところですよね。2番さん頑張ってくださいね。で、明日、彼を一番守りたいところが3番さんか8番さんですよね。白っぽく見えますから、6番さんは色は正直見えていないですが、やはり、
一瞬ロロでしたら3番さん、3番さんじゃなくて7番さんか9番さんが強靭で、6番さん白いですよね。で、そういうところですよね。はい、以上です。スムラッシュはダメですか？説明してもらっていいですか？夜が来ました。目を閉じてください。これ多分ハチが例の、どこにしよう。ハチが例のだよね。占い結果どうします？あ、任せるよ。俺、霊能で出るから。多分、8霊能だと思ってるから。任せるよ。占われますかね？占われないですね。うん、俺は占われない、多分。じゃあ、どうしよう。占い結果どうしよう。朝が来ました。昨夜死んだのは。あ、ヒロさん、スパチャありがとう。9番のプレイヤーは発言してください。7白3白。7黒じゃないんか。七一狼だと思ったけどね、俺は。ってなると、四六か。俺今日六番さん行きたいかな。六番さんなんで昨日五番さん行かなかったんだろう。役職なかったのに。ちょっと七白ってなると一番、芯も終えてくるかな。これ4、6どっちか狼だよな。4も俺怪しんでたけど入れてないんよね。俺今日6番いきます。1番のプレイヤーは発言してください。9番さん。6いきますよ。今日6行くのであればフルオープンとかじゃないですか。私、8番と3番で、8番占おうかなと思ってたんですが、8番がすり寄りっていうふうに発言をしたんですけど、8番占うつもりでいたんですね。でも、8番が自分の言葉通り、本当にすり寄りにも感じた分、すり寄りって言ってしまえば、8が狼だった場合、1に、1は別に噛まなくて済むだろうっていう風な目線で思ってくれるから、8は白く2周目なったって言ったんですが、やっぱりすり寄りに感じたんですよね。だから8占おうかなと思ったんですが、なんか噛まれたらもうめんどくさいなと思って、で、なんかまあ確定白の方がまあいいのかなと思って、そもそも3番っていうのが、村目線は白く置かれていたんですが、やっぱりなんか3番が、なんだろう、2番さん死んだったら頑張ってって2回も言ったんですよ。それって2、3狼だったらめんどくさいだろうし、2番が強靭で、だからこそ、1に強靭塗りしてみたり、3に強靭塗りしてみたりっていうケースを負った場合、3黒2強靭みたいなのもあるだろうっていう話になったんですよね。8占わなくてよかったって思いましたね。ただ、8を占う布石は、置いていたんですが、蜂噛まれたってことは村だったんで。ってなると、4、6、9なんですが、4、6、9に、ニュールフなんですが、正直わかんないんですよね。9は怪しんでますよ、4、6よりは。だけど、グレーはそれでもわかんない。今日2いってください。お願いします。2番のプレイヤーは発言してください。今1番さんって469にニュールフって言った？やっぱり1強靭なのか？
いやー、わからん。ただ7番、1が行で7囲ってんのかなって思ったけど、7番さん白だったんだよね。あー、ということで7は確定白になったから、私目線1が狼だったら、1が人狼と9、6、4の中にもう1人狼なんだけど、9番さんが6から行きたいって言ってるけど、役ケアをあんなけしてて5番さん釣り行ったのに、なんで今日になって役も出してないのに6番さんに行こうとしてるのかが、ちょっと若干気になったかな、9番さん。発言は、まあ全然白かったんだけど、っていうか本当役出ないの、なんか。もう役出てくれれば、もう、こことここって、パッて言えるんだけど、パッて。いやー、役旋風か、私、わかんないよ。わかんないよ。いや、どうなんだろう。ってなると、やっぱり1、あ、なるほどね。了解。ってなったらもう9はないから、4、6どっちか。うん、1との相方は、絶対今日1番さん言ってほしいけどな。うせやろうせやろマジで本当に、え、おう、えってことはやっぱ9番がローなんか。あ、じゃあ9、1ローローってことか。だよね。いや、待って、狂人もいるんか。いや、あー、くそ、園長さん、今日かなー。今日、ランクになった。え、今日、絶対。3番のプレイヤーは、園長さん、今日か。うん、まあ、今日は普通に9番さん釣ってくれ。ぐらいしかいないから。俺、全然9のローもあるかなっていうふうに思って。8番がスムラを透かしてないこと。っていうか、スムラを透かしたのが、まあ、5、6、7なんで、8、9、3、4の中で、あの普通に霊能乗っ取り狙いに来た狼っていう可能性も全然あるから、普通に9番釣ってほしいかな。で、普通に9番さんっていうのは単体でも怪しくて、で、1、2の精査っていうのがね、あまりにも薄かったんでね。しかも別に9番さんって霊能だとしたら、普通にもう占い手かけていいんじゃないの。今日占い釣る日だと思ったんだけど、潜伏してるんだったら。9番さんがもし本物の霊能だったら、グレーで6つ打ったところで1、2の真偽がついてない中で、何も情報落ちないの。それってのは9番さんの2戦目。俺はもう普通に、あ、ちなみに僕が霊能っぽい発言っていうのは、ちゃんと1日目に布石として打ってあって、7番さんの色が見れば1、2の真偽がつくんじゃないかっていう発言も自分が霊能師だから出たこと。うん。っていうところで、自分の真偽を見て、9に行ってほしい。9に行ってほしい。1、2の真偽はまだつかないんですけれども、9が狼の可能性もある点から、今日は9を絶対釣ってほしい。これ分かるよね。1に行くのとも3期行くのも多分村目線一緒で、多分今日結構割と決め打ちをしないといけない日なんだけど、これやべえな、自分のシーンを見てほしい。分かるかな。7釣りたいっていう理由は、まあ、自分が霊能で色が見られるから7の色で分かるかなっていうのも。1に関してはまだごめん分からない。2番がもし狼やとしたら7って結構釣れる位置だと思うから、1と7をつないでね。だから、そこの真偽って正直まだついてない。うん。あと、1番さんごめんね、俺、霊能なのに、占わしちゃって。うん。今日、9つってください。以上。4番のプレイヤーは、発言してください。はい、僕、狩人です。僕、狩人。なので、9、3で1人外でしょ ?1、2で1人外。で、5番さんが白ということで、7番さん隠しろ。ということは、もう6番さんの狼が確定してます。だから今日は6番さん釣りです。で、まあ、多分9番さん偽でしょうね。5番さんの霊能潜伏したいです発言があって、9番さんがもし霊能であるんであれば、5番さんが対抗人外なわけだよね。でもそこを白く見てる9番さんは、やっぱりおかしいと思うんだよね。まあ、6番さんの人狼が確定してるので、今日は6番さん釣り1本です、僕は。まあ多分9強人、まあ相方は1なんじゃないかと思ってる。2番さんは発言は伸びないけども、なんか黒い感じがしないから、1、6狼、9強人じゃないかなと思ってます。今日は6に行きます。6番のプレイヤーは発言してください。ボタンしてますよね。4番さん、狩人やったら、昨日は6番と8番を白く見たんですよね。はい。
4番さん、8番さんのこと守ってないですし、僕の方守ったんじゃないんですか？うん。おかしいですよね。4番さんの発言で。はい。今日は9番さん一択です。3番さんの布石っていうのは僕は気づいて、3番さんは白角ですよねっていうのも僕1周目にちゃんと言いましたよね。1周目というか、1日目の2周目。どう考えても3番さんが7番さん行きたいっていうのはもうおかしいムーブですよね。うん。もう例外の何者でもないですよね。うん。もう9番さんはもうおかしい。だって5番さんが村を透かしたから釣りたい。村だから釣りたいっていうふうには俺は聞こえたけどね。はい。うん、4番さんが狩人っていうのはまだわからない。うん、8番さんで、うん、狩人やって4番さんが乗ってる可能性がある。なんで4番さん目線で俺が黒角になるの？91ロー老とかないの？4番さん目線っていうのは。うん。おかしい、おかしい。はい。今日9番さん一択ですね。はい。普通にわかると思いますよ。今日俺に行くメリットって何？うん。1、2で1人。9、3で1人ですよ。俺がなんで角になるの？4番さん目線で。うん。老老やったら4番さん強人ってことですよね、それ。その発言っていうのは。はい、今日9番さん一択。7番のプレイヤーは発言してください。困ったな。私、隠し子ですね。とりあえず。ね。うん。そうなんで、でも、8番の狩人を見るかどうかって話になってくるんだけど、まあ、5番さんはスムラでしょ。イーゴンからしてもそうだと思ってます。うん。で、3級の新規もね、9番はほんと突っ込みどころ多いなって感じてはいるんですけども、3番も自分の強靭がないっていうふうに言ったら、クロス占いされるよね。あ、でも、それをしてもいいのか。うん、9番の方が圧倒的に2攻めか、そこは、じゃあ。でも、そうだな、9番つっても多分強靭なんじゃねえかなって自分は思ってて、2狼目が高い気はするんだよね。いやー、難しいな。票ばらけるといけないから指定はした方がいいよね。8の狩りを見るかどうか。4強人 ?4 狼？いや、なくはないんだよね。この盤面で222とかされたらほんと死んじゃうから。なくはない。なくはないんだよな。今日は6番行きましょう。6番行きます。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。これ4強あるんかな。園長さん今日もあるからな。6番のプレイヤーが選ばれました。236。6番のプレイヤーは発言してください。終わった。終わりましたね。はい。4番さんがもし真の狩人やったらもうやばいっす。うん、で、7番さんもやばいっす。はい。普通に僕老やったら相方1はどこですか？1番さんっすか？ 2 番さんっすか？はい。4番さんっすか？僕の相方ってどこにいるんでしょう。マジでちょっとごめんって感じっす、本当に。僕の相方どこかな、7番さん。うん。4番さんも僕の相方はどこにいる、いないよ、僕はどことも LINE なかったじゃないか。僕初日6、9番に入れてるんだよ。LINE なんてないよ。夜が来ました。目を閉じてください。これ、紙なしで行こうか。紙なしで行く？人狼は人を殺してください。これ、4強人ないかな？どうしよう。あれ、6黒出すから、紙なしで行こう。紙な、俺グッジョブ、ああ。ちょっと紙なしで行こう。え？あ、占い結果任せる。
6黒出すよ俺。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。はい、お城、うん、これ7番さん狂人とかじゃないよね。もうちょっと思ったんだけど、7番さんが狂人だったらもう普通に6番の白を知ってるから6っていけたんじゃないのかなっていうふうに思ってんだけど、まあ7がもし村だとしたらまだ間に合うから僕7番に問いかけます。急に黒を打ってんのが、あ、じゃあこれ2番神か、だから91やね、91。じゃまず霊能の神器どっちの方が神だと思いますか？うん、僕っていうのは初日7番さん普通に怪しかったから1番さんが7番さんを囲いに行ったふうに見えた。だから7の色を釣れば、7を釣って色を見れば一番情報が落ちるんじゃないの、占い審議でっていうところっていうのを押した。うん、で9番さんの2世目っていうのは、9目線って全然6の白あるよね。例えば、あ、ないのか、6の黒になるのか、絶対9目線っていうのは、どうしよう。じゃあ9の2世目、うん、ごめん、ちょっと9の2攻めってどこ上げらない、自分の新アピールしかできないわ。うん、でそうだな、4番さんの狼も否定されたんだよね、多分両目線の。ん？ 1 番は1番さんが9白、あ、1番さん目線は4黒まだあんのか。うん、ただ9に黒結果落ちてる、落としてる2の方が完全に新目だから普通に9を言ってほしい、9言ってほしい。4番さんも新下流だったら9言ってほしい。7番さんも9釣り飲めるよね、絶対。今日絶対9釣りましょう。以上。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、今日は9番さんですね。僕は昨日2番さん守りです。2番さん守りだから、まあ9が黒で1が強人かな。91ローローか、91ローローだったら、あ、でもまあそれでもあれか。うん、まあ今日は9番さんですかね。2番さんが死んでしょう。まあ56、まあ9で終わるかな、わからん、終わんなかったら1ってことですね。ああ、 PP するか。7番のプレイヤーは発言してください。はい、はい、やだな。うん、2、9、黒ね。うん、確かにね、初日私叩いてたけども、やっぱり9番さんについて芯があまり見れないっていうのは、71狼で見るんだったら、うん、初日霊能使用した方がいいんじゃないっていうふうにやっぱり思っちゃってたし、うん、5釣りをしてから6、8を、なんだろう、釣り押すっていうのを5番さんの遺言でも言ってたけど、そこもよく分かんなかったし、うん、初日私白角したら、うん、1番さんの方そこから新芽に乱すっていうやり方も、9番さん、黒としてはあるとな、もう、その場合、91ローローなのかな？うん、91ローロー、ん？かな？2番さん進化、その場合、まあ、俺、やっぱり、3の方が新芽に見えちゃうから、俺9番に入れると思う。9番に入れます。9番のプレイヤーは発言してください。6番黒でした。
4番さんと7番さん説得するけど、まず霊能潜伏するメリットって、俺に黒を打ってきたら破綻するんだよね。だからそういう意味でも潜伏したし、5番さんを残しておいたら俺噛まれる確率が高かったのよ。で、昨日は6番さん黒確定だと思ってて、7番さんが黒だと俺思ってたからね。7番さんが白になると占い真偽が分かんなかったら6黒が硬いと思って6釣りをした。4番さんに関しては、俺4番さん疑ってないじゃん。しっかり6を怪しんで黒当ててんだよ。で、2番さんって昨日6投票してないのね。だから2、6人狼3強。2、6人狼3強。8番さんなぜ噛まれたかをちょっと考えたんだけど、8番さんって1のこと新目で見てるって発言残してたよね。だから2番が狼で8噛んだんだと思うよ。で、この霊能潜伏ってグレー噛まれるとこがすごくメリットがある。あと PP 来てないよね。この時点で PP 来てないので、6狼ちゃんと分かっ、3番さん目線 PP 来てるからね。狼連れてないから。そういう視点で俺のシーン分かってよ。4番さんと7番さん。PP 来てない時点で6黒連れてるから。3番さん目線は PP 来てるはずなのに PP 来てないでしょ。だから4番さんと7番さん、今日2番さん入れてよ、絶対。PP 来てないんだから、6で連れてるからね。2番さん昨日6番さん入れてない、投票見てほしい。2番さんは9に入れてるから。2、6人狼3強ね。いや、初日霊能使用しなくてよかったよ。3番さんが強人なら俺繋がれる可能性があったからね。PP 来てないんです。2釣りで。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや、あのさ、9番さん黒いのは分かったけどさ、7番さんとか見て、4番さんのね。もちろん3番さんは対抗だからまあ、分かるのは分かるんだけど、ただ私目線、3白、9白なんだ。だから、4番さんは色が分からない。かつ、色が分からないけど、そういう発言で、まあ何急釣りって言ってるのであれば、もう PP が近いことを知ってる、まあ3級に強人、どっちかが死んで、どっちかが強人なんだけど、4、狼、2、狼。で、6が、3番が新占い師で、9番さんが強人だとしたら、6は白。ってことになって、4狼、2狼、みたいなのも出てくる。ただ正直、別に8番さんって、狩人っぽくないんだよね。だから、4番さんの狩人は、本当だと思ってる。かなぁ。だから、私目線2で終わるんだよな。で、TP が来てないっていうことは、っていうところで考えれば、これ7番さんに言ってんだけどね。もう2番さん破綻なんだよね。わかる？これ9番さんも言ってるんだけど、3番目線、ラストウルフ1が、まあ、9番さんなのはわかるけれども、なんかそっから推理して1、2、どっちかっていうのはわかるんだけど、だとしたらもう PP 来てるはずなんだよね。そもそも2番さん目線は、昨日なんで6投票しなかったのかって考えると、私の中では、2、6、狼、狼ってなると、9番さんの例結果の方が信頼できる。かな。うん。2番のプレイヤーは発言してください。ん？どういうこと？なんで？だって、6番さんっていうのは私、占ってないからわからないよ。村人だったら釣りたくないもん。私が真の占い師だから。で、3級があれ対抗出てたでしょ？で、3番さんっていうのは隠し白なんだよ。もう1も2も3番に白出してんだから。で、もしあっても強人だけど、3番さんはね、でも絶対にない。うん、絶対ないと思ってる。ただ、ワンチャン、その、ね、9、4、ロー、ローで1強人とかだったら怖いけど、ただ4番さんっていうのは絶対に9に行くって言ってたから、絶対に4番さんが真の狩人、うん、だから9で終わんなかったら1番さん入れたら本当に勝ち確。うん、わかるよね。7番さん、確かに私の発言はちょっと全然弱いと思うけど、本当マジで信じて。9番さんが黒だったから。うん、しかもなんで昨日さ、じゃあさ6番さんに行けたのよ。
だって、もう私占ってないし、1番さんも占ってないし、うん、3、9って比べたら圧倒的に9の方が黒かったでしょ。で、結果占ったら9黒だった。うん。ごめん、ちょっとなんか言い方があれかな。申し訳ないけど。でも普通に考えてよ。3はもう隠し色なんだよ。で、霊能 CO で出てんだよ。で、対抗で9が出てきて、私は今日9に黒打ってるからね。うん。普通に、それだけ純粋に普通に考えて。うん。9番さんつって、終わんなかったら1番さんで終わりだから。3番さんは私を守ってくれて借りるってのが出てるんでしょ。もし、これ私が組まれて、あれだったら、91ローローで、あ、それでもあれか、いけるんか。まあ、でも、絶対に今日9番さんに行って。投票を始めてください。ああ、やだ。これ、どうしよう。狼仕様した方がいいんかな。え？2番のプレイヤーは発言してください。ごめん。私に入れてんのが179か。7番さん、わかんなかった？ごめん。私の説明が悪いかな。だから、9番さんが黒。うん。で、3番さんが確定白の心霊の。ごめん、私の説明が悪いから。いや、マジで9番さんが黒なんだよ。9番さんっていうのは、だから91ローローなんだよ。3が真の霊能だから6白だったからね。うん。じゃない、あ、私つったら本当に負ける。マジで。うん。もうそれだけは言える。あと9番さんの黒目。9番さんの黒目。あ、クリさん、スパチャありがとう。なんか2周目に突っ込んだんだけどな。なんだったっけ。26ローローで追ってんだよね、9番さんってのは。ああ、だから私が急に行ったって言ってんのか。でも、普通に考えて、だって3、9精査したとき、圧倒的に9の方が2つ目だったでしょ。で、3は隠し色なんだし。っていう説明にわかんないかな。あと、4は私を守ってグッジョブ来てるから。っていうところかな。これ地紙とか29ローローで黒囲いとか追ってんのかな、7番さんは。そんなことは本当に決してマジでない。うん。それだけは絶対に言える。もし心配だったら、今日9行って、私は明日釣るとかだったら飲める。今日は絶対に9番行かないと、ワンチャン PP で負けちゃうから、絶対に9番さんに行って。9黒だから、絶対に9行ってね。9番のプレイヤーは発言してください。これもう4番さん説得するしかないんだよ。6番さん黒だった時点で PP 来てないでしょ。3番さん目線 PP 来てるから。3番さん目線 PP 来てるから、PP 来てないってことは6で釣れたってことね。で、この、2番さんでグッジョブなんか謎なんだけど、これ噛んでないかも、6番さん釣られて負けるって分かったから、もう地紙したかのどっちなか分かんないんだけど、正直2番さん。多分もう6番さん釣られたから、もう地紙したんじゃないかな。それを4番さん護衛したんだと思うよ、俺は。それか噛んでないか。なんだろうな。まず8番さん噛まれた理由って、1番さんが狼だったら8噛まないよね。8番さんの発言をちょっと追ってほしいんだけど、8番さんって1のこと死んで見てるって発言残してるよね。1番が狼なら初噛みメリットはないと思うよ、全然。で、俺6番さんから釣り寄されてるからね、6番黒で。だから4番さんここで俺釣ると、4番さん多分噛まれてないのは多分俺釣って PP 起こそうとしてるんじゃないかな。俺釣ると、3番強靭なんで PP 起きる。俺釣って4噛みで PP だからね。
俺釣りの4カミでピーピー起きちゃうから、もう6クロ釣れてるんで、今日絶対に釣っとかないと負けちゃうから。絶対負けるよ。3番強人なんで、隠しろ強人だから。絶対今日2番さん行ってよ、4番さん。間違えちゃダメだよ。俺釣って4番さん絡めたらピーピー。投票を始めてください。あ、俺投票で、ああ、これ。4。ああ、4噛むか。7、今日かな。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は、これ、7、今日かな。人を殺してください。人を殺してください。ああ。なんか4番狂人もなんかある気もするし。どうする？ 3 噛むじゃん。うん、4、どうする？ 3? いや、呼んでいいか。難しいや。いやー、けど4が強なら俺の黒は透けてるやろ。朝が来ました。うん、4が強人なら。昨夜死んだのは4番。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、残されるんだね。はい、そうですよね。ね、やっぱり、気になってるのはやっぱり6番釣りの時の投票かなっていう感じはあって、あと3番さんって、確か1番さん結果でもな、初日やっぱり3番さんね、自分強靭じゃないですよって言って、半ば半分、クロス占いに誘導したところが見えてるんだよね。だから3番強靭っていうのは結構しっかりと来ちゃうところがあって、9番のプレイヤーは発言してください。まあよかった、昨日釣られなくて。俺釣られたら絶対負けてたから。昨日も言ったけど26人狼の3強だから、もう2番さん釣らないと負けなんだよ絶対に。もう6釣ってる時点で PP 来てないから俺の芯は透けてるはずだから、もう今日は2番さん行ってください。多分に地がみしたんだと思うけどね、6番さん釣られたから。いやー、これ7番さんちょっと3番さん流されちゃダメだよ。3番さん強靭だから今日絶対2番さん行ってね。 PP 起きてないからね、昨日の時点で。6黒釣れてるから。2番さんって6投票してないからね。26人狼の3強、今日2番さん行ってください。1番のプレイヤーは発言してください。あのさ、もうこれ村 PP なんだって。2番さん2番さん目線、3が白っていうのは分かるけど、2番さん目線6は占ってない位置でしょ。もし、9番さんが新占い、あ、新霊能で3番さんが強人だとしたら、6釣らなかったら負けなんだよ。2番さん目線分かるかな。で、そもそも、2番さん、これ7番さんに言うんだけど、2番さんの発言で、9釣ってください、その後私釣りでもいいんでって言ってるけど、2番さん目線、3が強靭って分かったからでしょ。で、かつ、もう、9釣った時点で、9、2、3、
で、4人なわけでしょ、まあ、4番さん噛まれて。で、7、1、2、3、4人番目で、2、3でピピしていきますもんね。だから、9つってさえしすれば、まあ、2番さん勝てるから、あ、その後明日、私でもいいですって言って。っていうことは、とにかく2番さん9を釣りたいってことね。うん。それで勝てるってことね。これ7番さん見分けポイントね。まあ、これでわかると思うんだけどさ。2番さん目線、あの日っていうのは、6は占ってないんだから、確定資料が7と3になったんだから、もし9が新占い師だった場合、TP になるわけよ。6を釣らないことで。これ、園長さんが最後発言っていうのがいいんじゃないね。9釣った後に私釣りでいいです。それも、これ7、今日の本気でいいんだけど。ああ、けど放棄したら今度、噛みち困るな。いや、別にもう、実際のところは分かんないよ。3級はどっちが真実か。でも2が黒だから2がラスール。一応。これで分かる。2番のプレイヤーは発言してください。違うって。まず6番に行ったのは3級だったら絶対的に9の方が圧倒的に新芽がないし、6番さんは私は占ってないから黒か白か分かんない。うん、村人は釣りたくない。私は真の占い師だから。これ園長さんじゃなかったら勝たないんだけどな。3の強靭はない6白出してんだから。っていうか7番さん3の強靭追ってるんだったらもうこれ PP だよ。91ローロー3強靭だったら27白角でもう PP だからね。うん、普通に3の強靭はないから。強靭がごめん、どこで落ちたかは分かんないけど、もしかしたら8が強靭で91が噛んだのかもしれないけど、6の黒っていうのは本当にないから、マジで。頼むから91だから91どっちでもいいけど、本当ここで9番か1番言ってくれないと、本当に PP で負ける。まだ間に合う。まだ間に合う。3っていうのは6に白を打ってるから、絶対に3の強靭っていうのはない。で、この盤面で9、1、ロー、ロー、3強靭だったら、私たち2、7はもう負けてる。票合わせられて負けてる。うん、7番さんは3の強靭をかなり追ってるみたいだけど、それは絶対にない。絶対にない。3番さんっていうのは、もし強靭だったら、ここで絶対に強靭 CO してるはず。強靭 CO してないでしょ、3番さんは。だから3番さんが真の霊能で9が偽の霊能だから9、1、ロー、ロー、もうこれで分かってくんないかな。どう説明したらいい。本当に9、1、ロー、ローで終わるんだよ。本当にマジで。うん、だからその発言っていうのは1番さん破綻してるんだよ。3の強靭なんてないから。3番のプレイヤーは今日は、9と2の欄にしてください。7番さん9と2の欄で、7番さんは6が黒に見えてるっぽいので、まあ、しっかり発言するんですけれども、まず霊能の真、まあ、9番さん狼なんですけど、9番さんの圧倒的な2攻めがあります。圧倒的な2攻めがあります。9番さん目線っていうのはまず6が黒だったところで 1,2 の真偽はつかないんですよ。わかります？2日目の時に9番さんは6を釣りをしました。6を釣って黒が出たところで 1,2 の真偽が分かんない。9番さんがもし霊能のっていう立場での人間であれば絶対占いに手をかけるはずなんですよ。なのにグレーの6を行くって言った。これって圧倒的に攻めなんですよ。分かります？7番さん自分が霊能だとして潜伏して初日に5番っていう白が落ちて、絶対に占いから手をかけたくなるはずなんですよ。にもかかわらず、1番さんのシーンも出てきたな、これ、7白だったら。いや、それを言うんだったら、2番のシーンも出てくるでしょ、だって。2が7に白打ってんだから、村目線、7番さん、めっちゃ黒く見られてた。そこは認めて。うん、分かってほしいんだけど、うん。で、それで6に行くっていう霊能師がいますか。で、7番さん、僕は強靭に見えてるんですよね。もし、僕は強靭やとしたら、7番さんってめちゃくちゃ黒いチャンス。わかります？初日7番さん8番9番が戦えたし、僕からしてみても7番さんは結構怪しい位置で1番が囲ったように見えた。7番さん白だったんだけどね。ただそうなった時に普通に自分が強靭だったら普通に17人狼って全然あるからね。そこを釣って色を見たいっていう風に言ったら自分は真の霊能者。正直1,2やったら2番さん殴り負けてるから3級の真偽。7番さんどっちの方が真だと思うか。7番さんがもし霊能だとして2日目に6番を釣ってどうなるのか。
意味ないね、黒って言ったところで一人の真偽を つけなければ絶対にいけないところだから、今日9言ってください。以上、投票を始めてください。いやー、これ発言順番がきつかったかな。2番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。あーよかった、ベレックさん今日か。いやー、きつい試合だったなー。これベレックスさん例だと思ったな。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。